はい、それでは次の方を紹介したいと思います。村隆さんですね。はい、それでは村隆さんにご登場していただきます。どこがいいか、それでは村隆さんに歌ってみましょう。昭和、平成、そして令和へと時代は続きますが、昭和の名残をずっと歌い続けてきます。これは作詞作曲、翼翔子さんが作りました。素晴らしい曲ですね。昭和の港、よろしくお願いいたします。涙一つ分け合って明日に